はい、ミシンチャンネルへようこそ。というわけで、焼きもちチャンネル、焼きもちチャンネルじゃないわ、焼きもちストリーム3回目やっていこうと思います。はい、新学期2日目でございます。まあ前回はなんだか、まあ俺の口からは何かとは、もう私主人公なのでちょっと鈍感なんで何かわかんないですけど、まあ小羽さんと、あと先輩、なんか前の学校の先輩の2人が、新たに登場しましたね。さあ新学期2日目、今日はどんな1日になるでしょう。教室に入ると何やら騒がしいことになっていた。おはよう。あ、たくみ、おはよう。はて、みんな俺の机の周りに集まってるようだ。うわあ、俺の机が俺の机がユニオンジャック柄に。ユニオン、何？イギリスの国旗のことらしいぜ。へえ、さすが帰国子女。そんなことはどうでもよくて。落ち着いてたくみ、椅子もだよ。大事なのはそこでもないしかも椅子に立っては背もたれと、座面両方にユニオンジャックがあしらわれている。念の入れよう。擦って擦っても落ちないとか、無駄に完成度高いし、何やら特色な加工がしてあるらしく、あれこれ試してみたがちっとも落ちる気配はない。ちくしょう、誰がこんなこと。え、それ霧島が自分でやったんだろ。やるわけねえだろ。なんだ、てっきり英国流のジョークか何かかと。どういうリアクションするのが正解なのか、みんなで相談してたところだったよ。その優しさはまた別のところで生かしてくれ。おい、そこ人事だからって笑うな。は、絡むの。やめてくんない。この柄暴走族のバイクみたいじゃね。笑わせないでよ。最初から笑ってただろうが。正直いぶきが復讐としてやったのかとも思ったけど、このリアクションを見る限りどうやら違うらしい。霧島が自分でやったんじゃないなら、もしかして昨日のあれって何か知ってるのか。ああ、昨日の放課後だべってたら、生ハゲのお面つけた髪の長い女の人が来てさ、その顔を絵の具まみれにさりたくなげりゃ霧島の席を教えねえがって。そいつだよ、どう見てもそいつが犯人だよ。それで聞かれた後はどうしたの。ありがとうってマックの叩きもらったからナゲット食って帰った。天よく教室から追い払われてるじゃん。そういう考え方もあるのか。他にどういう考え方があったというのか。待てよ、髪の長い女性、絵の具を持っていた、そして特殊加工の技術を持っている。この条件に当てはまる人物が一人だけいる。なるほど、犯人が誰なのか分かったか。はーい、皆さんおはようございます。先生ですよ。予定と同時に入ってきた先生が騒ぎに気づいて首をかしげる。すごいです、霧島くんの自己主張が突き抜けて大変なことになってます。俺がやったんじゃないです。ははー、なるほど。さては霧島くん、イギリスが恋しいんですね。やったから。照れない照れない。先生、なるべく英語で話しかけるようにしますね。ハロー、ハロー。いやー、いじめかっこ悪い。はい、皆さん席についてくださいね。切り替え早くそー。目に痛いユニオンジャックとにらめっこしながら朝のホームルームが終わるのを待つ。おのれ、久しぶりの再会を果たした後輩になんてぶっ飛んだ嫌がらせを。このままじゃ済まさんぞ。頼もう。早速本人に確認しようと上場破りさながらの気分でムツキ先輩のクラスに乗り込む。あ、いや、ほんと調子に乗ってすみませんでした。俺が思っていた以上に教室内の空気がアウェイだった。仕切り直しの意味を込めてもう一度入るところからやり直す。すいません、雪倉先輩ってこのクラスでしたよね。雪倉さんだったら。先輩が無事の机を指さして俺は全てを悟った。
チッ、逃げられたか。ダメだ、全然見つからない。あれからしばらく聞き込みなどをしながら先輩を探し回ってみたものの、姿どころか手がかりすらつかめていなかった。困ったな、まだ学園についてよく知らないから変なところに隠れられたらお手上げだ。こんなところで何をしているの、あなた。普通に出てきた。何しれっと登場してんの。ちょっと何を言ってるかわからないわね。日本語でお願いできるかしら。むしろ日本語以外の何に聞こえたのかを聞きたいレベル。何なのあれ、クラスのみんなにいじられ倒したじゃん。何のこと。ユニオンジャック。アッパージャック。それ潜水艦。ブラックジャック。それ無免許。ジャックバーは。ジャックについてりゃ何でもいいってもんじゃないから、ユニオンジャックだよ。ああ、ユニオンジャックね。英国かぶれのあなたの机が英国仕様になったことと私に何の関係があるというの。机って知ってる時点で犯人確定じゃん。なんだよあのテロ。おかげで自己主張の激しい残念な子みたいになっちゃったよ。私に濡れ衣を着せるつもり。まだ言うか。目撃証言もあるんだから観念しろ。私の目が嘘をつく人間の目に見えるかしら。じあまり見つめないでくれる。私までユニオンジャックに侵されてしまうわ。俺にどうしろと。あら、本音。仕方ないわ。話があるなら。そうね、昼休みにでも待ち合わせましょう。わかった。場所はどうする。屋上か中庭か、あるいは学食前の自動販売機横。できれば一箇所に絞ってほしいな。あなたの私を求める心があなたを避ける私の警戒心を上回ればきっと巡り会えるわ。それってさ、警戒用をほどいてくれればすんなり会えると思うんだよ。冗談よ。そうね、屋上にしましょう。それじゃ。絶対だからね。これでやっぱり来ないとかなしだからね。俺の問いかけに答えることなく、覚えのある上品な香りを残して先輩がすっと厳しさを返す。ってやば、俺も急いで教室にも帰らないと。そして昼休み。屋上って言ってたよな、先輩。昼休みになってまだ間もないとはいえ、慣れない場所だ。だから落ち着かないわけで。先輩、もしかして怒ってるのかな。何も思うところがなかったらあんないたずらしないと思うし、帰国の報告が遅れたからとか。そもそも報告しようとしたら電話番号が変わってたんだよな。もし引っ越したんなら教えてくれてもよかったのに。てか携帯くらい持っててほしいけど。それにしても15分経過。25分。遅いよ、遅すぎるよ。昼休み終わっちゃうじゃん。こんなことなら飯食ってくりゃよかった。ああもう、なんであの人携帯持ってないんだよ。私、電波なんかに行動を束縛されたくないの。束縛されなくてもいいけど、もうちょっと早く来てよ。待ち合わせ場所ここでよかったんだよね。当たり前じゃない。当たり前にしては少々お時間が。同時に俺の腹がグーッと鳴いて不満を訴える。あら、もしかしてお昼を食べてないの？まさか。私は学食で A ランチを山盛り食べてきたわよ。ですよね。早く行かないとなくなるんだもの。だいたいお昼ご飯は食べずに集まりましょうね、なんて言った？言ってないけど、流れ的にそう考えるでしょ。偉い人は言ったわ。パンがないならパンツを食べればいいじゃないと。はん。誰だよそれ言った偉いやつ。俺が説教して。って何食ってんの。うん、見ればわかるじゃない、パンよ。見ればわかるよ。そこはお腹を空かせた後輩が目の前にいるんだから恵んでくれる流れじゃないの。逆になぜその発想に至ったのか理解できないわ。あなたそれサバンナでも同じこと言えるの。いや、サバンナ行ったことないからわかんないけどさ。まずいな、これは想像以上に怒ってるぞ。机のことといい、俺は何か先輩の機嫌損ねるようなことしちゃったのかな。あら、私があなたに嫌がらせをしているとでも言うの。あれがスキンシップに思えるほど俺 M じゃないからね。そうね、強いて言えば可愛がりかしら。可愛く首をかしげて言うことか。それもしかして
可愛がりと可愛くをそれとなくかけたのかしら。おめでとう、超面白いわよ。おかしいな、褒められたはずなのになんか腹立たしいんだけど。なら正直に言うわね、超つまらなかったわ。全身の皮膚という皮膚に鳥肌が駆け巡っちゃう程度には。もうやめてよ。先輩の毒舌は相変わらず絶好調だった。先輩やっぱり怒ってるよね。俺が何かしちゃったならはっきり言ってよ。それは白旗宣言、つまりあなたに心当たりはないということね。ごめん、正直に言うとなんで先輩がそんなに怒ってるのかわかんない。ならそのままでいいじゃない。あなたが悪いと思っていないのなら謝る必要もないわ。それじゃダメなんだよ。だって俺昔と同じように先輩と仲良くしたいから。昔と同じように、同じように、同じ、あなたってそうよね、本当。いいのよ、昨日今日の付き合いではないもの。よくわかんないけど許してくれるの。しつけが足りなかった私が悪いのよね。俺と先輩ってそういう関係だったっけ。そもそもあなた私の何になったつもりなの。何って言われても。私たちの間に何があったというの。そうね、せっかくだから二人で思い出してみましょうか。分かった。最初に会ったのは確か我が家の愛病陸海空を拾った時だったよね。そうだったかしらね。それで知り合って仲良くなって。仲良く。ほらたまに勉強見てもらったりさ。あ、お弁当作ってもらったこともあったっけ。残念ね、あれは毒よ。俺ピンピンしてたけどね。本当に入れてたらさらっとカミングアウトしちゃダメでしょ。これで分かったでしょ、私たちはただの先輩後輩だったということが。それじゃダメなんだって。先輩にとってはそうだったとしても俺は先輩のこと。私のこと。それまでの様子とは違い、何か期待したような表情でこちらに詰め寄ってきた。本人を目の前にして言うのは恥ずかしいけど尊敬してるし、俺が困ってる時は助けてくれるいい人だなって。あなたの考えはよくわかったわ。そっか、俺の気持ちが伝わってよかったよ。ところでいつまで生きているつもりなの。できればあと60年くらいは。希望次第ではどうにかされちゃうんだろうか。そう、私とは関係がないところで頑張って。ストレスと無縁な生き方をしているあなたならきっとたどり着けるわ。気のせいかな、またひときわ機嫌が悪くなったような。チャイム鳴っちゃいそうだし、そろそろ俺戻った方がいいかな。私はあなたに用事なんてないけれど、あなたは私に用事があったのでしょ。うん、帰国したって報告をしようと思って。本当はもっと早くに報告したかったんだけど電話が繋がらなかったから。前の部屋が手狭になったから引っ越したの。そっか、相変わらず一人暮らしなんだね。というよりあなた、この問答をするために朝からずっと私のことを追いかけ回していたの。いや、本当は机のことで文句言おうと思ってたんだけどさ、俺も先輩のこと怒らせてたみたいだし、まあいいかなって。むしろクオリティの高さに驚いたというか、あれどうやったの。ちっとも落ちる気配なかったんだけど。普通に絵の具で塗ってオーバーコートするだけの簡単なお仕事よ。さすが美術部、あれを簡単な仕事だなんて言えるとは。そうね、あなたってそういう人よね。ざっと5時間かしら。よくもまああれだけ無駄なことをしたものだわ。あれ、何やら先輩の背中からどす黒いオーラが。もういいでしょ、時間も時間だからそろそろ戻るわ。呆れたようにため息をついてから先輩は俺に背を向けようとする。あの結局俺これからも先輩に声かけていいのかな。私が何を言っても聞かないでしょ、あなたは。聞くよ、聞いて理解できるかはどうかはまた別だけど。認識したわ、あなたはこれからも鬱陶しく私に絡んでくるのね。つかつかと近寄ってきた先輩が俺の胸にパンの紙袋を押し付けていく。そう来ると思った。言っても無駄と諦めはするけど、愛想よく接してもらえるとは思わないことね。
それじゃ。ああ、先輩。パンくれるってことでいいのかな。うん。先輩が一口だけかじっていた焼きそばパンを頬張ってから首をひねる。毛嫌いされてるわけでもなさそうだけど。関節キス、ね。油断も隙もないわ。そんなものを意識させるためだけに戻ってくるな。やれやれ。ただいま。にゃーん。リコカイク。帰宅した俺をきれいに揃った鳴き声が出迎えた。ふにゃん。こーら、産んじゃうから待ってろって。かがんで足首にくっついてきた3匹を抱き上げる。にゃーん。かわいいな、お前たちは。愛病のふかふかに癒されながら壮絶だった昼休みを思い返す。むつき先輩覚えてるか？お前たちのことを心配してくれたお姉ちゃん、再会できたのはいいんだけど、なんか怒らせちゃったみたいでさ。むつき、雪倉むつき。なんだ、寝てなくていいのか？はい、おかえりなさいお兄様。それより先ほど聞き捨てならないお名前が。むつき先輩のこと？はい。なぜ今になったあの方の話よ。ああ、久々に会ったからさ、こいつらにも教えてやろうと思って。私にもあの方とどのようなことがあって、どういったお話をしたのか詳しく聞かせていただけますか？別に特別何かあったってわけじゃないだろう。そこをなんとか教えてください。まあサナがそこまで言うなら。けど俺にもよくわからないんだよ。机がユニオンジャックでなんか起こってて、あとコンクリートに間違えられたな。なるほど、全部わかりました。よくわかったな。あの方のクーデレは今に始まったことではありません。大方お兄様の気を引こうとしたのでしょう。勝負に出なかったのがあなたの失敗です。もはやチャンスは残されていませんよ。顔の影が濃くなってるぞ。やっぱりまだ熱があるんじゃないのか。そうですね、燃えるように熱いものが。私は大丈夫ですよお兄様。月曜日が楽しみです。あ、週末なんだ今日。めっちゃバラついてるんだけど、本当に大丈夫なのか。はい、まあ、4月2日だったのが土日挟んで月曜日になったってことらしいです。ここから先多分結構日付がバラバラというか、なんか詳しい日付は分かんなくなると思うけど、まあある程度進んだかなってところで毎回切っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺でバイバーイ。